こんにちは、シーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのは BMWS1000WR のご紹介です。こちらはですね、特徴的なのはマフラーにはアクラポピッチマフラー、リアサスにはですね、オーリンズリアサスペンション、キャリパー周りにはですね、ブレンボキャリパーなんですね。豪華装備品を取り揃えた1台です。コンディションもですね、非常にいい1台です。早速ですね、ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライト周り、アッパーカール周りですね、大きな点灯傷割れもちろんございません。スクリーン割れなどもない状態となっております。フロントフェンダー周りですね、こちらも大きな点灯傷割れもちろんございません。はい、フロントホイール周りです。純正ブラックホイールですね、大きなガリ傷曲がり、こういったものももちろんない状態ですね。そして、こちらはですね、ブレンボキャリパー、こちらもですね、機能上かなりですね、高品質な商品となっておりますので、こちらもですね、ぜひ体感していただければと思います。倒立フロントフォークのですね、大きなにじみや漏れ、こういったものももちろんございません。はい、ではサイド周りですね、大きな点灯傷割れもちろんない状態となっております。エンジンカバーですね、ガード GB レーシングのですね、こちらもカバーがしっかりとついておりますので、万が一の時も安心してお乗りいただけます。フレーム周り、各種ボルト周りですね、サビや腐食非常にですね、少ない状態となっておりますね。はい、そしてマフラーです。アクラポピッチのマフラーですね、こちらサウンドの方後ほどですね、ご紹介の方させていただきたいと思います。そしてリアサスペンション、奥にちょっとちらっと見えてますね、オーリンズのリアサスペンション、こちらもですね、乗り心地ぜひ体感してみてください。はい、リア周りです。こちらもですね、純正ブラックホイール、大きなガリ傷や曲がりもちろんございません。 ABS も内蔵しております。テール周りはですね、純正をキープしている状態です。テールレンズのですね、こちら BMWSWR のですね、こちらも特徴的なポイントとなっております。反対側回っていただきまして、シート前後ろともに大きな切れや破れもちろんございません。ではタンク周りです。タンクにですね、大きな点灯傷、へこみもちろんない状態となっております。ではタンク内です。はい、タンク内も大きなサビ腐食もちろんございません。ではエンジンの方ですね、始動していきます。サーキットもよし、街乗りもよしのモデルとなっております。ぜひですね、力強い走り体感してみてください。とてもおすすめの1台です。皆様のお問い合わせお待ちしております。